では再開しましょう。この間ちょっとショックなことがあってですね、まずちょっとそのことから、シェアをしたいんですけども、ある、うち以外でかなり、コーチングをもう長く学んできている方が、僕にフィードバックをくれたんですけどね、何人か、チームフローのコーチングに興味を持って、コーチングを受けてみたと。でなんかすごくその目的論で関わるとか、そういうところは伝わってきたんだけど、なんか、何人も受けたんだけど、練習中だからしょうがないのかなと思ったんだけど、一つはね、寄り添ってくれる感じがあんまりなかったんだっていうんです。でちょっとそれは不思議だなと思って、でもう一個はね、何かただ質問してる感じで、何か本当に一緒にそこを探そうということが見つからなかったって。で何か4人だか何だか受けてくれたっていうんだけど、そうだったっていうのね。ですごいこうなんかもったいないというか、別にね、なんか我々の中にこう、寄り添うなんてクソくらいだと思ってる人間多分いないはずなんだけど、でなんでこういうことが起きるのかなとか、で、なんかただ質問すればいいとかって我々は別に思ってないはずなんだけど、誰一人として。だけど要は、受けた人がそういうふうに感じるっていうことは、なんかこれは我々がみんなで考えた方がいいこう課題なんではないかなと思うんです。でコミュニケーションの原則でね、要はこっちが何をしようと思ってるかとか、どんなつもりでいるかよりも、相手がどうそれを受け止めるかっていうことが大切なんだと。それはそうですよね。こっちがいくら寄り添う気全開でいても、向こうは全く寄り添われてないと思ったら、その効果は出ないわけですから。だから向こうがやっぱり寄り添ってると思われるってことが大切じゃないかなというふうに思うんです。で、ぜひなんかね、だんだんまたこう上手になってくると、自分でなんかできてるとこう思っちゃう。で客観的にやっぱ見ることが大切なんですよね。スポーツなんかでもそうだと思いますね。なんかできてると思ってんだけど、こう客観的にビデオ撮って見てみるとか、なんか計測してみるとかってすると、やっぱりどっかずれてるところが出てくるのと一緒で、ぜひ、なんかね、誰もそういうふうに言われてこの中には嬉しい人間は一人としていないと思います。別になんか27期の人のコーチング受けたって話じゃないんですよ、全然。僕も誰のコーチング受けたのかは全然わかんないんですけど、で、なんか、こうセルフチェックをしながら、本当に我々が思っていることが、なんかその相手にちゃんと起きるようにね、していきたいなと、こういうふうに思うわけです。で、今日ね、ちょっと5つぐらいこうスケールを書いてみたんですけど、自分の中で、例えば今話を聞いててですよ、2人組で話を聞いてる時の、ことでもちょっとこうチェックをしてみてもらいたいんですね。そのとにかくイエスでちゃんと受け止めてるとか聞いてる、今ここにいて相手に対してこうイエスと言ってるっていうね、ことがどれぐらいあるのかなっていうことです。聞き手はやっぱりこれ察知しますから、なんか今本当に自分のことを受け入れてくれてる感じがするとかしないとかで、で察知するし、これが受け入れられてると相手はこう饒舌になってきたりとか、安心していろんなこと話してくれるし、そうじゃないと話さない。でもこれ言ってくんないんだよね。あなた今私に対してイエス3点ぐらいですよとかこう言ってくれないから、だからやっぱり自分でどう見えてるかなってこうね、クライアントの立場に立ってみるしかない、もしくはビデオを撮って客観的に見てみるしかない、仲間にフィードバックしてもらうしかないっていうこう状態なんですね。でだってそうじゃない、よっぽど仲良かったりとかさ、よっぽどなんかがない限りはさ、なんかコーチに向かってさ、あなたなんか受け止めてくれてる感じがしませんでしたっていうフィードバックってなかなかしづらいじゃない。何言われるか分かんないし。で、だからなかなかしてくんないんだよね。だから自分でセルフチェックするしかないと思う。その、どれぐらいイエスで、相手がね、受け取るようなコミュニケーションを、イエスだと思ってくれるようなコミュニケーションを取ってるかっていうことです。で、ぜひ、振り返ってみてください。それからもう一つね、今度ステートマネジメントですよね。ステートマネジメントで、ステートにもいろいろあります。ベーシックにはまず、見てました、これは見てたから大体大丈夫なんだけど、やっぱりね、コーチがなんかこう自信持って聞けてるかとか、引いてないかみたいなことってすごい重要なんだよね。で、難しい案件もあるじゃん。で、それは難しい案件は難しい案件でいいんだけど、やっぱりそこでもなんかね、その現場検証して目的聞いて、で、リソース見つけて、で、小さなステップ作っていけば、なんかはできるはずっていうところに、やっぱり自分の心をこうアンカーしとくというかね。で、しないとダメというかさ、なんだよね。で、やっぱり一瞬のちょっとした躊躇とかさ、っていうのが、相手にすごく大きな影響を与えちゃう。この間、松山行くときに、
カウンセリング系のねこう本を読んでて、で飛行機の中でね読んでたら、あのその中にね、スーパービジョン、自分がなんかその若い時に受けたスーパービジョンの話をね、ある、まあ、カウンセラーの先生が書いてたんだよね。でなんだっけな、多分女性のクライアントで、で幼児期に虐待されたかなんかの、まあ、でも多分しかも性的虐待かなんかだったのケースだと思うんですけど、をクライアントが話し始めた時に、そのカウンセラーの人がね、あの一瞬こう視線がね、あの見てられなくなっちゃったって、この時間にしたら2秒ぐらいなんだけど、クライアントがこう外してしまってる。でやっぱりビデオで改めてそれを見てみると、自分はね気がついてないわけですよ。うわどうしようって一瞬思ったぐらいのつもりでいるんだけど、外側から見るとやっぱりこうあってなっちゃってる。で2秒ぐらいね頑張って戻すんだけどね。でやっぱりでも客観的にそれ見てみたら、クライアントとしてはもうなんか話せる雰囲気じゃないなとか、あの思い切って話したのになんか受け止められた感じがしないとかねってこうなっちゃう。で僕もありますよ、うわーって思う時あるけど、でもそしたらもう言っちゃうね、そうかそんなことあったんだねってこう言いながらここに頑張っているで、あのステートも保つし、とにかく相手が言ってることをイエスで受け取るっていうことをするわけです。で別にカウンセリングのケースだけじゃなくて、コーチングもそうね、なんかすごいこう夢に向かってチャレンジしてるとか、すごい実績があったりとか、すっごい引いちゃう時がある。その時にやっぱこうまずステートをこっちがちゃんとキープできてるかどうか、でこれは私ができてると思ってることというよりもね、客観的に見た時にそれがどう見えるかっていうことなんですよね。でやっぱりそういうところをしっかり見ていく。だから相手の話イエスで受け止めるし、まずはリソースフルなステートちゃんと持ててる。であとステートコントロールがありますね。もうそんでステートプラスワンなんてつまんないことはこのクラスではもう言いませんから、つまんないというのはあれは初級編の教えなので、大切なのはステートをちゃんと誇張していくっていうことね。で誇張することも含めてこっち側がマネジメントしてるっていうことですよ。だからもう今自分がね、まあ、平本さんの15日目16日、まあ、15日目の授業とかこう受けたりしながら、そうか自分はこの辺までだったら一緒に入っていけるのかなとか、このぐらいはできるのかなってあるわけだから、そしたらそこまではこう誇張して落としていったって構わないわけです。で、上げる時もね、なんか相手がすごいこう楽しいことやってるのにこっちが下げててもしょうがないわけだから、しっかり上げていく。で下がってる時は下げる、上げてる時は上げるね。で細かい話だけど、よいしょ、こうハマった、受け入れ、抜けたい、行きたいとこあるじゃないですか。で復習ですけど、復習というかね、だけど落ちてる時はマイナス1のステートで行くと、これがアクセルになるわけですよね。マイナス1ステートで行くと、なんでプラス1なのにマイナス1なんだろうね、ちょっと分かんないけど、マイナス1ステートで行くとこうアクセルになっていくわけですよね。で上がりたい時はプラス1っていうのがアクセルになるわけですよね。ですよね。でこれやばいなと、こんなにガンガン落ちてったらコントロール効かないなとか、少しなんか少しずつゆるゆる落とそうと思ったら、実はプラスワンステートで行くとこれがブレーキになるわけですよね。で少しずつブレーキかけながら坂道降りていくみたいな状態になるわけです。でこのブレーキが強すぎる、要はこっち側がプラス3とか5とかをキープしてると、もうなんかバカバカしくなって相手は離してくんないみたいになって、このプロセスが途中で止まっちゃう。そういうふうにステートコントロールで相手がどんどんこう落ちていくっていうのをこうコントロールができるし、要は本当にもうこれダメだと思ったら、こっち側がステートバンって切り替えて、ごめんってちょっとこれ無理だわっていうところに戻してあげないと、本人も止まらなくなっちゃう。でだからちゃんとブレーキとアクセル使い分けられるってことです。で実はプラスの話もずっといつもアクセル踏んでりゃいいってわけじゃなくて、2人でなんかバカみたいにわーって妄想膨らましてって、どっかでこうちょっと俯瞰してみないととか、冷静に見ないと穴があるぞとか、なんかこんなにテンションだけ上げてもしょうがないよなって局面もあるわけ。そしたらどうするかっていうと、マイナス1のステートを入れて少しブレーキをかけていくっていうこと。だからわーいいですねいいですねってやってる時に俯瞰しましょうで、はーって俯瞰してると俯瞰にならないから、じゃあちょっと振り返ってみましょうかって少しこう下げてってあげるっていうことをしないと、本人が冷静に見ることができない、客観的に見ることができないわけです。だからプラス1が、でいつも安全なのはプラス1でブレーキをかけながらこう入っていって、でゆっくり受け入れて、で上がっていく時も少しずつプラス1を使って上がっていけば、いつもプラス1でいけるわけです。だからプラス1ステートって言ってるけど、でもマイナスも使い分けられると、降りていく時にアクセル踏んだりとか、あとやっぱりこっち側がね誇張するからこそ相手の中から出てくるとかね、感情解放されるっていうことがあります。こっちが踏み込まないと相手も感情出しきれないみたいなことがあるから、出す時は出す、でこっち側でも冷静にするときは冷静にする。でこういうことがコントロールできるようになるといいんだけど、どこまで自分が
そのステートをコントロールするいいステートをキープしながらプラスならプラスマイナスならマイナスを意図的にこう触れてるかどうかで、やっぱりそのことを自分が意図してやってるかどうかプラスクライアントから見た時にちゃんとその影響を受けてるかどうかっていうことをやっぱり自分で観察してもらいたいんですよね。でプラスマイナスだけコントロールしてても相手が全然受け入れられてるその受容とかねされてる気がしなかったらしょうがないのでだからこれイエスってのは受容されてるってことですよ。相手からしたらちゃんと受容されてるとか自分は自分のままでいいんだとかっていう感じがちゃんとあるっていうことね。でステートコントロールできてるっていうことで、もう一個は、見てたらなんかクリアリングみたいなモードになったりとかってねしてるときは別にザクザク入ってかなくていいんだけどやっぱりただ聞いてるだけだと聞いてもらったっていうことしか起きにくいからでそういう意味ではやっぱりそれってどういうこととかどうしてなのとか他にもあるとかだけどとかってこうやっていくとかじゃあ結局何だったんだろうねってこっち側がこうインタラクティブに入っていくっていうのが10点満点でどれぐらいあったかっていうことね。でこれもないと実は聞きっぱなしになっちゃう人がいるわけです。ずっと聞きっぱなしになってる人がいる。でやっぱりこれも習慣だからなんか聞きっぱなしが習慣になっていると聞きっぱなしになっちゃうんで聞きっぱなしも喜んでくれるからな基本はそんなに一生懸命話聞いてくれる人いないじゃない。だから喜んでんだよ。なんか新しいことが発見できたから喜んでんじゃなくてそれはなんかいい人で話いっぱい聞いてくれてなんか楽しかったとかすっきりしたで喜んでくれてるだけだからやっぱりそういうモードの時とそうじゃない時とは使い分けていくっていうことね。で判断これも判断してください。要は今日はもうこれ聞かないとダメだと思ったら何十分でも聞けばいいわけ。私もありますよ。90分セッションあってもう何にもこれ挟めねえなっていう時ね。でそうしたらもうずっと引っ張って引っ張って引っ張ってで引っ張って引っ張って引っ張って最後バチンって打つのをこう待ってるわけなんだけどでもそれは振り回されてるわけじゃなくてもうこれとにかく時間ギリギリまで聞くぞと90分だったら80分まで聞くぞとで残り10分でとにかく徹底的にやるために吐き出させようとかっていうのはあるけどそうじゃなかったら可能な限りやっぱ入るじゃないとクリアリング的なことしかやっぱ起こりにくいからね。でだからここも自分で観察するしであと入り方が相手から見てどうかっていうのもちゃんとこうチェックをするっていうことですよ。でもう一個ここなんだよね。これが多分我々が頑張るとさっきのねなんか、外のコーチに言われたみたいなことっていうのはこう起こりづらいと思うんだけどコーチングが分かってくれば分かってくるほどとか慣れれば慣れるほど多くの人の中でこうおろそかになりがちなのがここなんですよ。要は聞きたいこととかねこれを考えれば相手はこれを考えればいいんだっていうのが分かっちゃうからただそれをポンと投げちゃうわけですよね。で相手の気持ちどうなんだろうねってこうやっちゃうわけですとか本当どうしたいのとこうやっちゃうんですよ。で自分がね体験をする想像する感じて表現ってやつですよねがどんどん失せるんです。で質問する時の自分のねもう録画しちゃえばいいと思うけど自分のモードを見てもらいたいの。でその時に相手の人ってどう思ってんだろうねってこうなんか自分も探しに行くっていう風に聞くのか相手の人ってどう思ってるんでしょうねってこうやるのかで全然違うんですよ。で相手がねすごくこう想像したり体験したりするのが好きで得意な人だったらどんな質問してもどんなに乱暴に投げつけても自分でこう、そうですよねってこうやってくれるんだけどそうじゃない人はなんかこう、ちょっと分かりませんねとか、まあ、こうじゃないですかとかってその思考のレベルの応酬になっちゃう。だから何も新しいこと出てこないし、で逆にコーチング分かってる人とかだったらそういうふうに関わってくるコーチって、まあ、ただ質問してるだけだよねっていう評価になっちゃうってことなんですよね。で怖いのはねだからなんかコーチング分かってる人に質問してるだけだよねって言われることよりも実際になんかコーチングよく知らないクライアントからしたらなんか別にいくつか質問されただけでなんか特に考えが深まったわけでもなくいい質問なんだけどねだけど考えが深まったわけでもなくまあこんな感じかなで終わっちゃうっていうのが実は一番怖いんですよね。でだから実はここもすごく大切です。でここの力で実は我々は臨場させてるわけだから何が見えますかっていう質問もね要は何が見えますかって聞くことで臨場させようとしてもそうですねこれから見えると思いますみたいなこれで終わっちゃうんだよね。そうじゃなくて何が見えるんだろうなとかそこに行くと誰がいるんだろう何やってんだろうってこう想像してるでこの状態でなんかそこに行くと何が見えるんですかねってこう聞くっていうことが相手を臨場させるわけだからでそれがないと全部似て非なるプロセスになっちゃうんですよ。我々が学んできたことが結局ただそれが思考で展開されるものになるから相手が本当に想像したりとか心が動いたりにどんどんいかなくなっちゃうんですね。ここね、もう一個ね。で
あとは、これはね、個人個人の、この課題が、それぞれがだから自分の得意なところ、よくやってるところとそうじゃないところがあると思うんですけど、まだ今の段階では。あと、もう一個やっぱり見てると思うのは、シンプル、オープンな、コミュニケーションというのを、コーチ側はね、気をつけてほしいのというのは、やっぱりコーチが占有してる時間というか、要は球を持ってる時間がね、こう長すぎる場合っていうのがやっぱあるわけです。まとめたりとか質問作ったりとかっていうのが、すごくこう長くなっちゃう。で、気がついたらなんかコーチが喋ってる。こっち側から見てると、どっちがコーチでクライアントか分かんないぐらい、なんか、今コーチが喋ってるのかみたいな、ことが起こることがある。で、なるべく質問は短く。で、なんでかって言ったら、長い質問って、そのクライアントに解釈をさせるから、で、だし、長い質問は、周り持った質問だから、やっぱり自由に答えられない質問なのね。だから短く、しかもオープンに、要は何でも答えられるような形でなるべく質問を作って投げるってことですよ。で、これも練習だから、その練習がないとやっぱり質問とか、それからは長くなっちゃうんだよね。で、だから自分の音声とかをこう聞いてみて、でもっと短く質問できないかなとか、これ聞きたいことの本質は何なんだろうかっていうことをちゃんとやるっていうことです。で、ぜひなんかスーパービジョンを受けたりとか、まあ今日もやりますけど、スーパービジョンを受けたりとか、それからあとは、まあ僕以外でもね、スーパービジョンやろうとしてくれてるね、先輩のコーチがいっぱいいるから、受けてみたりとか、それからあとはそうじゃなくても客観的にね、まず自分の音声聞いてみるとかっていうのをして、こういうスケールでね、どこを変えてったらまずコミュニケーションの底上げができるか。で、質問の方向性はもう多分あまり間違いませんから。で、ワークもそんなにもう間違いないから。で、ワークの話ちょっとこの後しますけど、間違いないので、で、なんかベーシックなそのコミュニケーションというか、聞くとかね、短く質問するっていうところを底上げしていくと必ず良くなると思うので、ぜひしてみてください。で、多分この辺のことを上げていくと、なんか、寄り添われてない感じだったとか、それからなんかね、ただ質問してるだけみたいなところは絶対にクリアされていく。で、なんかうまくやってるがゆえにすごくもったいないところなので、ぜひ注意をしてみてください。じゃあここまでのところで、なんか、自分は結構こういうとこ頑張ってるかもとか、ここが課題かもとか、なんか、こういうとこってあんまり意識してなかったからちょっとチェックしてみたいとか、何でも構わないので、ちょっと隣の人と一言二言感想を言ってみてください。はい、お願いします。はい、うん、いくつか、そうだ、想像、体験想像のところに共感ね。で、共感っていうのはなんか、ああ、わかるわ、わかるわっていうのが共感じゃないんですよ。で、共感っていうのは、アドラの、なんでここ黒ばっかりこんなにあるんだろう。黒が5本もある。よいしょ、はい。共感っていうのは、同じ目で見て、同じ耳で聞いて、同じ体で感じることだし、そうしたいと思うことだから。だから、なんかさっきの振り返りを聞いててもさ、振り返りの時に、ちょっと山田君来てくれる、ここでね、はいはい、うん、でこう座ってんじゃない、でこの、山田君ね、なんかね、座布団持ってきてくれる人みたいだよね、山田君。で、ここでね、こうやって例えば振り返りをしてるじゃない。で、その時にうん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 ってこう聞いてるのは、このイエスな感じはいいわけなんですよ。でも本当にやりたいことは何かって言ったら、この、あ、いいよ、ここに座っててね。で、山田君がここに来る、ここピットね、ピットの前で、ここで何があったかに、ここに興味を持って知りたいっていうことなんだよね。で、だから、その時クライアントさんってどんな気持ちだったのかなって自分も思うし、で、あ、そうですねっていうのに、ああ、そうか、なるほど、それで何て言ったのっていうふうに、ここにこういることね。で、ああ、そう、どんな表情だった、ああ、そうだよね、そんな気持ちになるよねっていう時に、表面的にはね、そんな気持ちになるよねって言葉言ってて、それのことを共感だと言うんだけど、それじゃなくって、ここを一緒に見よう、聞こう、感じようとするっていうね、この姿勢が共感なんだっていうのが、アドラーの、言い方ですよ。だからこの体験創造のところに共感って書いてありますけど、はい、そういうものとして、理解をしておいてくださいね。で、上手になってきたからこそ言うんですけど、ぜひ、時には音声取って振り返りしてください。で、クライアントの許可が出たら、管理さえ気をつければ毎回音声取るぐらいの方がいいです。なんでかっていうとね、あんまりうまくいかなかったなってやつ聞くとへこむから、今日結構良かったなっていうのを、それと終わってみないと分かんないから、とりあえず取っといて、今日結構良かったんじゃないかなっていうのを聞いてください。で、そこからでもいっぱい学べるから。
で、あの改善の余地は良かったやつでもいっぱいあるし、あのなんかね、あ今日最悪だったなっていうのをあの聞いちゃうとどんどん気持ちが暗くなってできないイメージがこの脳に染みつくから、あの僕もあのうまくいかなかったのはあのよっぽど体調がいい時しか見ないことにしてますから、あの皆さんもあの普段は、いいとこを見てください。でいいとこ見ながらなんか自分でこうクライアントの立場に立ってみて、なんかイエスで受け止められてる感じ何点ぐらいかなとか、あのコーチのステートってすごくこういい感じだったりとか、それからコーチのステートがいい影響を与えてくれてる感じどれぐらいかなとかね、それから聞きっぱなしじゃなくってやっぱりこう適度に入ってきてくれる感じで、あこれいいなっていうのがとか役に立つなとかね、どれぐらいかなとか、もっと入れるなとかね、であとはやっぱコーチがすごくこう自分も想像しようとしてくれてるとか、まあ、感じて表現も含めればこう表現もそうですけどね、どれぐらいあるかなとかで、あのコーチの質問っていうのが本当に十分短くなってるか、まだ短くできる余地がないかとか、あとは質問がちゃんとオープンになってるかとかね、ということをこうチェックしていってもらいたいわけです。で自分の課題設定して、あなんかもっと質問短くする勉強しようでもいいし、ためにね、で質問短くしようと思ったら簡単で、あの自分の質問の部分の本質、本当に聞きたかったこと何かなと思ってそれを質問してみる、もしくはもっとこうオープンにあの答えられるような質問にできないかなと思ってちょっと変えてみるっていうことをあのしてほしいのね。で人によってはね、もうクローズドクエスチョンっていうあのイエスノーで答えられるような質問ばっかりしちゃってる人もいるから、だからそうするとオープンにするのは簡単ね、あの何々が好きなんですかっていうのをイエスかノーかになっちゃうよね。でだから何が好きなんですかって聞くだけの話ですから、あの 5W1H にすれば基本全部オープンになっちゃうので、あのそれをするだけですよ。でだからオープンにする練習をするとかで、なるべく短く聞く練習をするとか、するとかね、あとステートも、あちょっと私ステート低いなと思ったらやっぱりロールプレイ絶対にやらないと神経回路ができないから、だからそれ聞きながら、例えば音声聞きながら、あのちょっと高いステートで相槌打つとかってこう練習するとかねっていうのはあのぜひしてくださいねと、あのいうことです。はい、でまあこういうことを一つはしてみて、であとね、時間がある時でいいんですけど、文字に起こしてみるとねますますよくわかりますから、あのやっぱ聞いてると聞き流しちゃうから、時にはあの文字に起こしてみて、であのそうすると相手の言葉を結構聞き漏らしてるところがあったりとか、文字に起こしてみると改めて、あここ突っ込んでみたいな、ここどうしてって聞いてみたいなとか、ここ分かんないのに、うん分かる分かるみたいになっちゃってるなとかっていうところがやっぱり出てくるから、であの今日も後でちょっとみんなでね素材にしたくて、またクラスアシスタントの人に書いてもらいましたけど、ああいうふうになってたら簡単なのね。で、コーチングの練習法でやっぱりあのやった方がいいし、簡単にコーチングが学べるのの一つは、あのいつも配ってるあの紙みたいなのを使って、でそれをベースにディスカッションをずっとクライアントとしていくっていうことをね、あの聞き流していくともうどんどん流れていっちゃうから、ここ何々って言ってね、これってどういうことなの、じゃあこっちはどういうことなのとか、でそこから出てきたのもまた書いて、えこれってどういうことなのってやっていくと、あそうか、言葉の扉を開けていくってこういうことなんだとか、いかに自分が分かったつもりになっちゃってるっていうことが分かりますから、あのまあそれに近い体験としてあの書き起こしてみるのもね、ぜひやってください。私も忙しくてできてないんですけど、あの私お金払って人に書き起こしやってもらってますから、いまだに毎月あの自分が話してるやつと、それからセッションしてるところとっていうので、あのこの月はこれを起こしてもらおうっていうのを決めて、あの毎月相当な時間分起こしてもらってます。相当って言ってもまあ2時間から3時間ぐらい分だけど、それでも大変なので起こそうからしたらね、私のこの高速の喋りをあの3時間分起こそうと思ったらすげえ頑張ってね、やっぱりそこを読んでみると、あの自分でまだまだ改善の余地って見つかるし、あとセッションとかもね、あのセッション、そう書き起こしの人にね、あの書き起こし頼むたびにね、この何ですか、このうんうんとかはいはいとかそういうのも全部入れるんですかとか言われてお願いしますって言うと一瞬嫌な顔されるので、もういつも決まった人に頼むことにしてるんだけど、あのやっぱりそれやると、あのここ余計だなとか、ここをもっとうまくやれるなとか、ここ俺聞き落としてたなとかってやっぱり出てくるんですよね。で、あのだから忙しい人はあの文字起こし雇うのもいいけど、まあまあお金かかりますけど、あのでも、自分でやってみるのも勉強になると思うんで、あのぜひやってみてください。やっぱりオーソドックスには、コーチングカウンセリングを勉強してる人はあのまあまあの確率であの文字起こしやってそこから学んでますから、あのぜひそんなのも、取り入れてみてくださいねということです。はい。